な。今日平戸行ってハウステンボス行って伊万里でお肉食べて、もし都市行くとかだったらフルコースですね。本当だし、ジルマリしたって10日も、みんながお正月にみんなが行きそうじゃないところをこう避けて通ったっていう。いやでもそれでもね、ちょうど程よい感じですね。で食べ物も、あ、そうしたら見て食べ物が美味しいっていうのはね、よくね、関東の人が、九州はよくほら、お魚が美味しいとか食べ物が美味しいって言ってある意味はよくわかりますか。あの値段でこれでも嬉しいよね。うん。本当本当。自分の自分の美味しかった。好きな美味しかった。本当。なんかさ、ピリッと絡んでたらさ、ね、歯応えがまたピリッとピリッとピリッと。味とかのあれですよね。匂いがしてきた。肉の匂いがしてきた。地域の。地域の匂い。どんな匂い？感覚で匂いがする。そうそう。なんとかかも、なんとかかもって書いてあるけど、本当この匂いは、ねえ、ちゃんと、ね、きちんと調べてから勉強していこうだけど、昔はなんかね、ほんと、そんなに言うほど、そんなに言うほどあれじゃなかったのか、なんかだんだん焼き物とか好きになって。うどんとそばどちらが好きですか？私、そば。カレーにはお芋、芋を入れない派。え、あってもないと思います。じゃあ、あった方がいいでしょう。うん。おでんに牛すじはいらない。いります。ラーメンは何ラーメン？あ、本当ですか？別に豚骨じゃないといかんとかじゃないですか？あ、本当は醤油ラーメン。あ、ちょっとね、私も実は関東に行って醤油ラーメンを食べて、醤油ラーメンの美味しさを知りました。あ、美味しいですね、醤油ラーメンね。うん。そうそう、だから、いや別に、なんていうの？うん。札幌のラーメンも好きですよ。あっちの、味噌ラーメンとかね。でも東京の醤油ラーメン美味しいと思いますね。ね、美味しいですね、大好きです。でもね、お刺身はやっぱり刺身醤油で食べたらいいんですよ。でも非常にでもいいって言ってましたね。あ、っていうか、もともと、あれだもんね、お家が、関東ですよね。ね。本当はね、こっち醤油でしょうね。だから、そういう意味では、関東のあれがね、終わりなんですよね。関東で、うどんそば食べるんですよ。あ、っていうかね、もうあっちでは私ね、そばはもうざるそばを食べるって決めてるんですよ。だけど、ね、びっくりするんですよね、黒いおつゆは。分かってはいるんですけど、やっぱり出てくるとギョッとしますね。まあ、だからもう視覚で入るから、その、もうドキドキしますもん。あ、なんかドキドキして、それだったら、あ、せっかくだったらラーメン食べようと思って、ラーメン食べたんですよね、結構ね。ラーメン美味しいやん、醤油ラーメン美味しいやんっていう感じですよね、私からしたら。醤油ラーメン好きですよ。
ひは宿坊でこう止めてくださるようなのがあるでしょ。あんな一遍行きたいですね。いや、もちろんもちろん分かってます。行きたいな。夏、夏ですか。行きたい。ご自身がですね。いや、地元で、あ、そう。知ってますよ。だって、行く年来る年で。だって雪降りよって言うとしあった。あ、今年はこの頃は出てないけど、福井県でしょ、確か。確か、あれ出てたね。今年も出てたね。あれやろ、下に地震。あ、そうそうそう。あ、そこにもちょっと一度お邪魔したいもんですね。ソーラー発電はいいんだけれども、これがあの灰が降ると福岡の場合はちょっと黄砂だよね。でも火山灰ではもう、ってことはそれの洗浄の仕事がひょっとしたら必要かな。値段次第。煙突掃除とか。そう海外。はい。まあその辺も視野にお入れになられてないからしょ。ケルフィアもいいけど。キルフィアキルフィアじゃなくてもいいかな、あれだ。火山灰って固まるのかな。あれは、皮脂が軽いで、割と、水を含んだと思う。で、僕ら、今、平戸からハウステンボスに寄りまして、ハウステンボスから、今に向かって来てます。で、今に向かってね。っていうかもう、ここ今になんですよね。あ、そうか、開いた。なので、もう今、なんとかがま、なんとかがまってね。三河地。ここは、ありです。何部屋って言うんですか、ここは部屋じゃん。お部屋なんじゃない。部屋では。長崎って何なんだ。平戸藩は分かるけど、長崎って何なんだ。鍋島藩が大きかったの、ひょっとしたら。だって、国の名前って以前でしょ。そうそうそう。有田町を通って今にも向かっています。音楽は今日この曲なんです。あ、眠れる森の美女。なんか眠とうという意味では私のテーマソングですね。